特定非営利活動法人里かぐ熊城香ぐ研究会は、加藤敏彦が横浜開校150周年里かぐ熊城香ぐ研究会横浜農学堂公演を行った2009年に設立した里かぐの団体。2011年、横浜市より特定非営利活動法人の認証を受けて、特定非営利活動法人里かぐ熊城香ぐ研究会となった。 神奈川県横浜市に所在する NPO 法人。2009年に里神ぐ神人大か研究会として、神奈川新聞や数々の神社の講演を受け、横浜開港150周年里神楽、熊城神楽研究会を開催する。戦前まで盛んだった神楽の演目も数が減り、またお祭りも減ってしまったことから放納の回数も減り、 社中同士の行き来もなかなかできなくなってしまっている中、名人を集め、開催するのが狙いだった。その後、2011年に NPO 法人に改めた時、震災が起き、これを縁に感じた当時の理事長の働きによって、毎年被災地でのチャリティーコンサートを行っている。協力花見山を守る会サルーキーイコール鈴木舞、フランスやシンガポールなど、海外公演を主催し、 日本文化の普及や紹介事業も行っている。フランス公演の際に設立代表者、加藤敏彦が、かぐらの古来から伝わる舞を総曲桜桜に合わせて舞う、桜姫の舞という新作を披露し、たくさんの方の関心を集めている。2013年に特定、非営利活動法人里かぐら、熊城かぐら研究会、チーム技おぐいを結成。この団体は、 日本の800万の神々には神道のみならず、お釈迦様やキリスト様、さらには世界中の神々が800万に含まれるという考えからベリーダンスを中心としたシルクロードの神々を祀るダンスを集めて一緒に講演をすることで神楽の原点を追求している。日本文化紹介事業 神社や老人ホームや様々な舞台で演奏をすることで広く一般的な方に日本文化を広める日本文化普及公演事業被災地や様々な土地に向けた寄付を行うためにチャリティーコンサートを毎年企画している日本文化体験事業小学校や中学校高校など子どもたちを中心に実践をしてもらう機会を設けている 地域の介護福祉増進に寄与するための支援活動事業、舞台を見に来るのが困難な方を中心に移動支援を行うことで高齢者や若い世代の交流につなげている。この法人は広く一般市民に対して日本最古の演芸であり歴史と親しみある里香ぐらを中心に祭り林、日本舞踊、農楽など伝統芸能に興味を持って接していただくことで 日本文化、芸術の振興に寄与すること、地域における高齢者や若い世代の交流につなげることを目的とする。ありがとうございます。